野上に対して2ストライク。引っ張るサードゴロ3つになりました。全て小南さばいて、そうですよね、三振しのぐ。ない左中間レフト成田こちら向き、スリーアウト、試合終了。秋田商業2年ぶりの甲子園。この辺見えてないですね。追い込みました。変化球。出るそうです。ストレート。ライダーが大きな武器です。ここは力のない打球になりました。ショート仙台育英ありとかける。1回は三者凡退に抑えました。初球から低めにコントロールされていました。ああ、この次。そしてストレート、2アウトです。変化球で初球、ストライク先、2ストライク、打ち上げた。ショート平沢が後ろを追いかける。今日レフトに入っている杉崎、本来はショートの ストレートもありました。35個というを大幅に上回る三振。なかなか打ちづらいと思いますよね。変化球三振。K のその見よう通りのピッチング、ストレート空振り。6番のビスカーラ、ストレートで。このペース、テンポ速いペースがちょっと嫌がってるようですね、はい。さばいました成田です。バントしてきたピッチャー前、成田のフィールディング落ち着いています。ワンアウトです。見せてきました。ピッチャーとで唯一ここまで登板がなかったのを見つめる中、成田落とした三振。リードするのは静岡高校堀内です。まあ、あのこの辺り、しっかり取って、そして落として、前に落としてですからね。三振。変化球が入ってるんですね。続けていきました。ストレート、キャッチャー、ステップ。すると思うんですね。一つストレート。変化球落とした、振らせた、三振。